滝の灰です。これベリってめくったら山取れるで。はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。おはようございます。おはようございます。久しぶりでございました。あ、声声。私も久しぶりですよ。あ、ほんま。お久しぶりです。久しぶりです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと遅なりました。はい、今日はほんでどこ行ってるんですかね。本日は、はあ、小田川。小田川町に来ております。小田川町。イエーイ。小田川町といえば、一枚岩。一枚岩。今日も一枚岩をバックに。バックに。今ただいま収録しております。はい。自然が豊かな感じの。信号もないとか言ってなかった？信号もないみたいです。ああ。すごくいいとこです。ね。景色のええとこでしょうね。そうですそうです。それでは行ってみますか皆さん。はい。レッツゴー。小田川町は和歌山県東室郡にある町です。町の人口は2422人、面積は 294.23km。 町の木は杉、町の花は熊野桜と山桜です。町の鳥はウグイスとなっております。寒いな、ほんまに。現在マイナス8度。そんなんやろ？うん、ないです。あ、2度ぐらい。2度ぐらい、でも2度あんの？もうちょっとありそう。10度ぐらいありそうまあ晴れてるんでね、うん、雪とかの心配なさそう。そうやね。でかい岩やな。これが一枚岩なんや、うん、これが全部一枚。一枚これ剥がしたらこれ山ごと取れるんやな。山がもう一枚岩なのかな。すごいな。夏はいいですねこれね。よいしょ。あ、危ない危ない、急です。階段怖め。怖怖怖、階段急だね。はい、また階段あります。階段気をつけて気をつけて。はい。うわー寒い飛んでいく、飛んでいく。バーベキューとかできないのかな、夏は。道の駅すごい。一回行ってみたいな。あ、石材として使用されてきたやって。採石場跡があると。営業中。鹿バジルステーキカレーあるで。こちら道の駅です。一枚岩モノリス。じゃあ入りますか。入りますか。ベル一枚岩、小田川ロッシュでございます。小田川ロッシュ。これね、焼くのになんか3時間、うん、何時間もかかるって言ってましたよ。すげえ。大きいから日本一のロッシュじゃないかという話でした、はい、なるほど。ちょっと食べたいと。美味しいかな、どうかな。美味しい、絶対美味しい。絶対美味しい。あ、もうアーモンドのいい香り。いただきます。どう？ここはい。ハポスジロー食べてる？うん、めっちゃ美味しいこれ、これめっちゃ美味しい。あのアーモンド入ってるし、うん、めちゃくちゃ甘いし、あのカバンでいい。歯ない人でも食べれる、うん、おじいちゃんおばあちゃんにはいいわ。おじいちゃんおばあちゃんも大丈夫。美味しい。美味しい。これ美味しい。道の駅一枚まで買えます絶対来てね。絶対来てね。
い、何か言ってください、琴美さん。水ないっすあっち側に水が貯水されてるっていうことかな。あ、そうですかね。こんにちは、ダムちょっと見させてもらいたいんですけど。ダムの流木ばっかりやね。ここにあるやん、流木が。流木や、拾った。これ置いてるんやね。花釣りもできるんや。七川ダムに来ております。水溜まってますね。ちっちゃいカモみたいな、うん、子供。あそこにもおるし、そこにもおる、ほら、うん、出てきた。出てきた。あ、また潜った。潜った、潜った。見えてる、見えてる。あ、また潜った。え、これ何？え、吊り橋や。行こうよ。え、小坂川って書いてる。行こうよ。上、上地橋か。おー、この橋はすごいぞ。うわー、これは、うわー、怖い。これやばい。めっちゃ揺れてるんやけど。これはやばい。あ、かか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 。これはやばい。これはあかん。これめちゃくちゃ揺れるやん。これはあかんで、リュウさんあかんで、これは。これあかんで。落ちる、落ちる、落ちる。うーわ、うわー、いやー。え、これだって落ちますよ。めっちゃ間空いてるもん。そう、靴引っかかんねん私。あ、バカバカ怖い、死んでしまう。死んでしまう、死んでしまう。よう走りますわ。死ぬあれ。あかんか、落ちる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 。あー、やばい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 。あかんか、ズボッと行く、ズボッと行く。やばい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 。あー、やばいやばいやばい。怖い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 。あれはやばい。あー！怖い。命知らず。この人怖い。ポッポはい、滝の灰 200m 先って書いてますね。うわ、ちゃあまた来た。リュウさん見て、リュウさんの好きなやつ。やいや、ボヨンボヨンや。うわ、聞いたれて聞いたれて。もうバイバイ、はい、もうバイバイ、もう行くで。すごい、営業中や。資本でうなぎ食べれるん？すごい流木や。流木が命。これは知らんかったな。なんか岩がすごい癒しの空間やって。これ何？ご自由にお入りくださいやって。ここ癒しの空間やって。あ、いっぱいなんか机と椅子置いてる。こうやって座って、うわー、すごいいい眺め。めっちゃ綺麗。こうやってコーヒー飲みながらね。あの上で PV 撮る。もうそこまで見えるよ。はあ、でかいから。これすごい。お、綺麗ですよ。えぐれ方がどうやったこんなになるの。グワングワンえぐれてるで。急やな。うわ、
危ない。これはすごい、すごいですよ。もうちょっと向こう行こうか。滝の灰です。すごいな。ちょっと拡大します。こんなに間近で見れる。はい、今日は古座川町をたくさん回らせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、楽しかった。楽しかったです。はい、チャンネル登録してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。